これ以上の戦いは無意味です。どうか投降を。まだ銀河連邦所属マリエル・エル・ケニー中尉です。未開惑星保護条約違反で拘束します。味方なのか。あいつは俺たちの船を落としたアストリアの乗組員だ。レイはどこから来たというのです。俺は空の向こう側からこの星に避難してくることになった。この国は間もなく戦争になり、敵国には正体不明の先進惑星勢力がいます。王家に協力する気は微塵もないぞ。私は友の危難を見て見ぬふりするほど腰抜けではない。帝国軍は異形のモンスターを操っています。軍が信じがたい進化を遂げたことは確かです。帝国海軍からの艦砲戦機が直撃しているのです。バカな、早すぎるぞ。あいつらの力がある限り王国は帝国には勝てない。連邦が帝国に介入してるってことか。全て銀河連邦と宇宙の平和と繁栄のためだ。ケニーの末裔ならばわかるだろう。皆さん、どうか私と共に戦ってください。追うというのか、星の世界まで。仇は討ちます。重力がないってのがどういうものか楽しみだな。なぜ私は逆さまなんだ。何これ。生活に関わること一つとっても全くの別世界、別次元だな。あれは何。スコピアム。スコピアムによって静かに、でも取り返しのつかないくらいに侵略された。情報が混乱していて、誰が敵で誰が味方なのかもわからない状況です。私がこれからお話しすることは誓って真実です。私が皆さんを助けに来たということも。信じられるか。レティシア殿下が親しく交わられているその者が帝国の患者でない保証はどこにもないのです。却下されることを承知で進言します。レティシアさんたちとは別れましょう。もしかしてあれを死んでいると思っているの。お前には分からんだろうな、彼女の異様さが。あれを人間だと思うか。人類の進化か。人を人ならざる者に変える異形の侵略者であると。そんなことになるならあの時死んだ方がマシだったさ。俺たちの感覚ではそれはもはや人間ではないな。だが魂は同一だ。無念だレティシア、お前の友まで犠牲にしてしまうと。どうしてしまったんだ。お前が姫を、レティを手にかけるというのか。かつてロニキス J ・ケニーは立ち入り禁止惑星のストリームに踏み入り、クロード C ・ケニーが未開惑星保護条約を破って、その結果連邦の紋章科学は大きく発展した。法の枠を破ってこそ世界が開かれることは歴史が証明している。恨みと憎しみにとらわれた何のための戦闘、何のための軍備なのか。引き返すことができなくなった、それだけだ。目的は殺戮ではない。決してためらうな。オーシリアスの騎士たちよ、レツシア・オーシリアス殿下に続け。なぜ私が逃げなければならないのです。これでも覚悟を決めてきているのです。そういうことだ。どんな策を弄したところで、あの脅威に対抗できるはずがない。愚かなことを。連邦の科学力が未開惑星の王を殺そうとしているんだぞ。お主がかつて見舞われた不幸が今、お主とお主の国を救うのだ。さあ、絶望から立ち上がれ。この場所に誓う。もうこれまでです。帝国はこれから始まるのだ。言葉で理解する段階は過ぎました。彼らの無法を正すなら
戦わなければならないんです。これが進化だ。この宇宙で最も偉大な進化だ。星の世界の民、君たちもまた私が幸せにしたいと考える人々に含まれている。さあ来い。